はい、皆さんこんにちは。浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今回はですね、全日本模型ホビーショーの表彰ブースの方にやってきています。こちらは、フェーザーマーク2の、ブースなんですけども、こちらの方注目の商品がありましたので、ちょっとお話も伺っていきたいと思います。開発者の古川明さんです。はい、こんにちは。です、よろしくお願いします。はい、ちょっと今教えていただいてびっくりしちゃったんですけれども、はい、前回か前々回ぐらいの時に、フェーザーのラリーコンバージョンというものが、割とこうあるものでパーツを集めて発売されて、やっぱすごくニーズがあったのですごく注目されて、僕の YouTube 動画でもかなりこう注目を集めたものがあったんですけれども、で今回ちょっとそれが見当たらないなと勝手に思ってたんですが、実はお話を聞いたら、あれのあるもので作ったコンバージョンじゃなく、今回完全な形としてラリーを、ラリーシャーシを作ったということを今教えていただいたので、こちらの方のお話をぜひ伺わせてください。商品名が一応、フェーザーラリーなんですけども、一応コードネームが FZ02R と。02R、はい、で何が違うかって言いますと、まずこの新設計のショックですね。まずは見てください、このストローク。すごいですね、このストローク。で、ですから専用のショックと大容量のこのビッグボアのショックに、このスキッドのフロントバンパー、専用のこの、ショックタワーですね。あとはこのインナーカバー。そうですね、あるものじゃないですね、完全に。あとはその適正化するためにこのナックルのこのアーム部ですね、これも新設計して、できるだけタイロットを長くできるようにして、バブセアを最小限に落とし、減らしたりですとか、あとはこのマイナーチェンジなんですけど、サスアームも今回から、肉厚を厚くしてごつくなってますよね。はい、これに全部変更します。今までがこちらにあったものですよね。今までのものなんですけど、こう見るとなんかちょっとこっち、確かに華奢かなっていう感じ で、この時は軽量でできるだけ無駄がないというコンセプトでやったんですけども、やっぱり、いろいろやっていくともうちょっと肉のあるところは増やして剛性出したいなということ で、そうですね、ラリーなんかだとやっぱりデコボコしてるので余計ですよね、こちらの方が。そうですね、あとはこの新しいショックがちゃんとフィットするのも含めて肉厚を厚くしました。こう見れば見るほどこう、これが今までの普通のフェーザーマーク2だと思うんですけども、見れば見るほどラリーに特化した。あとタイヤもそうですね、新タイヤもそうですね、はい、これは強調から発売されるタイヤですか。はい、なんか今まではなんか海外のかな。そうですね、オプションで売ってたんですけども、で一応今のところ260ミリのホールベースの方だけですね。260ミリの、はい、というとボディがこういう形に乗る、ね、という形なんですかね。インプレッサーで、ああかっこいいですね。ミニッツでもこれと同じのがあったような気がしますね。かっこいいですね。実際走る時にもうちょっとボディ上げないとちょっとねタイヤが当たっちゃうと思うんですけどね、オフロードでは。はい、やっぱり今フラットダートとかでラリー走らせたりとか、あとダートじゃないんですけども、芝みたいなところでも、走行会みたいなので、こういうラリーの車走らせてる人すごく見るので、これはもうそういう今まではやっぱりコンバージョンキットで組み替えなきゃいけなかったりとか、あとは若干やっぱりこうあるもので作ってるんで無理があったと思うんですけども、これ最初からこの状態で適正化されてるということで、これはすごいですね。今回ね、RTR しかないんですよ。RTR しかないんですか。あ、シャシキットじゃない感じですか。シャシキット欲しいですよね。シャシキット欲しいですね、やっぱり、ね、はい。なるほど、同感です、そう思います。なるほど。ということは、この価格はシャ RTR の価格なんですね。そうです。なるほど、なるほど、なるほど。そうですよね、やっぱりミントポンの方、特にプロポはハイエンドとか使って、このプロポと受信機いらないよとか、サーボアンプってメカ関係いらないよって確かに言いますからね。なるほど。なんか海外の方は結構これを普通に使ってるイメージすごくあるんですけども、そうですね、なんか海外の YouTuber の方はなんかこういうので普通にやってるの見ますけど、日本の方はやっぱりメカ関係すごくこだわるので、そこはそうですね、シャーシキットが表彰さん頑張ってくださいという感じで、はい、
という感じで、今回は、まあ、あとボディが、はい、これは普通のフェーザーなんですけども、うん、メルセデスのボディですね。あとは C 点、シボレーかっこいいですね。66年かな、はい、いやすごい。もうあのフェーザーのシリーズは本当ボディが毎回すごいの で、 そうです。今回はヨーロッパの、まあ、ベンツです ね、 ですね。初めてですね、こういうクラシック系でヨーロッパ車は、うん、今回これがなんか写真が出てたやつですよね、はいはい、すごい。そうなんですよ。で一応過去にこちらの2台が、はい、発売した時にものすごく大人気になったもので、はいはい、まあ、その流れでこのボディを、まあ、ミニッツの方でも出たということ で、はいはい、そうですね、実はさっき広谷さん、はい、ミニッツのボディ担当の方に、はいはい、なんかフェーザーで最近ここら辺の海外のボディがすごく人気なんですけど、はい、ここら辺はミニッツにならないんですかって聞いたら、うん、いやしたいんですけどねちょっと苦笑いをされていったみたいな感じです ね、 ですね。なんかこれとか出たらすごい人気出そうなんですけど ね、 ね、超かっこいいので、うん、ですからこれもホイールなんかは、ベースはこの、同じなんですけどホイールキャップがちゃんと専用で、うんうんうん、ついたりします。なるほど。フェーザーシリーズなんか最近強賞カップフェーザーの方でもやっぱあるんですけども、はいはい、参加者が今どんどん増えていて、ありがとうございます。今まではその、うんうん、なんだろう、フェーザーの、入門用みたいな感じでやってたんですけども、はいはい、最近はエキスパートクラス増えてきて、うん、本当にブラシレスモーターでかなりハイパワーの方でやるのと、はいはい、あとニッケル水素とブラシモーターでやるのと、はい、こう2つ入門用から、はい、だから入門用でこう結構フェーザーを選ぶ方がすごい最近増えてきて、うん、僕の友達にもまた教職カップ出てる友達2人いるんですけども、はいはい、その2人がやっぱりフェーザー今年使って出てて、まあ、すごく扱いやすそうにしてるの で、 ああ、うん、やっぱりいいですよね。なんかコンセプトがすごく分かりやすいので、できるだけ同じビス使ったりとかって前も、はい、聞いてたので、メンテナンス性いいのと、まあ、あとは耐久性ですね、うん、まあタミヤさんみたいな感じの競争のこれはベーシック、うん、でそう、はい、さっきちょっと聞き忘れちゃったんですけども、はいはい、まあ、ここいろいろラリー用で出てるとはいえ、今のまでのフェーザーにこれから変わっ、こちらのもこういうのに変わっていくってことでいいんですよね。あ、ササムはもうこれ全部通し、新しいフェーザーもこの新しいササムになります。そうすると、はい、ソフターはもちろんこれはラリー専用なんですけどね、うん、はい、ですね。やっぱサスアームはやっぱりこっちの方が明らかに剛性高そうなの で、 そうです、ね、うん、初心者の方に特になんか良さそうですよね、はい、うん、ちょっとね、夏場にね、やっぱり暑い時にちょっとたわんでしまうっていう、もう事例がちょっといろいろ出てきて、うん、やっぱりちょっと2月を暑くしたいねっていうことで、うん、やっぱりこう徐々にアップデートしていくというか、はいはい、なんか良くなっていくんですね。そうですね、はい、まあ、今後もミニッツ表彰カップの方でフェーザーは多分どんどん人気出ていって、はい、どうしても今のところは、うん、ああいうレース仕様のボディがどうしてもあるんですけども、ね、はいはい、なんかのイベントでこういうラリー系のものとか、はいはい、なんかそういうのが走れるイベントがあったら楽しいなというふうに、そうですね、うん、思います。はい、まあ、ありがとうございました。ちょっとここは正直今回のフェアのホビーショーで事前の予習なくノーマークだったので、はいはい、友達が特にラリーコンバージョンないのかって逆にがっかりしてたので、うん、実はこんな隠し玉があるということを伺えて、嬉しかったです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。という感じでフェーザーシリーズどん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 進化していますので、皆様、ツーニングカー最近なかなかどれ選べばいいか分からないと思いますけど、フェーザーシリーズおすすめですので、ぜひ、RTR で発売して非常に手軽に楽しめますので、よろしくお願いします。ボディも超かっこいいのでおすすめです。はい、というわけで今回はこちら開発者の戸川明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。